こんな偏僻なところに若いお嬢さん一人とは珍しい。お嬢さん、家出かね？違います。それではあれだ。こっちに親戚の家でもあるのかな？そんな感じです。お父さんの実家がこっちにあるんで。なるほど。何もないところだけど、ゆっくりしていきなさい。お願いします。おやおや、こんな偏僻なところに若いお嬢さん一人とは珍しい。そうですか。もしかしてこっちに実家があるのかな？いえ、少々用事がありまして。おほう、それはそれは。もしかして最終バスがこの時間なの？
ご乗車になりますか？もしもし、お客さん。はい、乗ります乗ります。本当にここで降りるんですか？ここです。ここ狭間で合ってますよね？確かに狭間ですね。それじゃお世話になりました。こんなこともあろうかと。
もう何考えてるんだろう。にしても。はあ。ちょっと失敗したっぽいな。よく考えたら電気も止まってるんだろうし、それじゃあ夜に来ても意味ないし。でも仕方ないしな。大丈夫ですか、お姉さん。お花が何かしたりしました？噛みつかれたりしましたか？平気平気。ちょっとびっくりしただけだから。へえ、その白い子はお花ちゃんって言うんだ。何か面白いことが？
なんでもないよ。別になんでも。そうですか。それでですね、お姉さん。ん？お姉さんはどなたです？あ、それは私も聞きたいかも。ここ一応私のお父さんの家らしいんだけど。ちょわ、なんと！旅の荷物をまとめたらすぐにも出ていきますですよ。はい。住居不法侵入に関してはこの通り。平誤りに誤りますんでどうか勘弁してください。故障ですから警察とか裁判所とか保健所の類には通報しないでください。あ、うん、別に住んでたことはどうでもいいんだけどね。ずっとほったらかしだったし、掃除してくれたりしたみたいだし。いつまででしょうね。